はい、皆さんこんにちは、タムです。今回は、城太郎を使って天魔の小城力でちょっと遊んでみようかなと思います。はい。で、減速壁とか、あと重力バリアはね、対応していないんですけども、割合ストライクショットを持っていますので、ラスゲ用として使えるんじゃないかなと思ったんで、遊んでいこうかなと思います。ギミックはね、ダメージボール以外は何もあっていないですね。で、使用ギミックである重力バリア、ウィンド、減速壁にも何にも対応していないんで、ちょっと怖いです。で、ルミナスレイが地味に入っていますね。で、何回かやったんだけど、割とね、殴りが強いんで、これぐらい HP が削れていると、ワン殴りで倒しに行けますね。で、次が即死級の攻撃なんで、一応ね、殴っておきます。で、1P ね、ちょっとずらしたら、ずらしておきたい。ちょっとね、右にずらしておかないと、次ね、ダメージボールの雑魚をね、倒しにくいんですよね。なので、こんぐらい寄せておくと、大丈夫かな。ちょっとね、左下にいすぎると、ちょっと届かないですね。で、ロングスピードモードがあるんで、重力バリアがね、結構あっても、多少ですが動けますね。で、とりあえず雑魚を倒していきます。オッケー。とりあえずね、これでも殴っていきます。はい、友情コンボを出しつつ、はい、オッケー。で、できればね、ハトホルを処理したいんですけども、配置が悪いんで、はい、オッケーかな。右下倒すね。一応ね、ディブルの実がね、ちょっと昇平削りなんで、ちょっと、過激の恩恵が、ほぼないんですよね。線形過激と、線形亀撃しかないんで、あれなんですけども、でも大丈夫か。で、ピリカはですね、超 SS ターン短縮を活用させて、しっかりとね、SS をね、貯めといてくださいね。はい。で、これでステージ3で SS が打てるようになりました。で、ここの突破は絶対に城太郎ではしないでください。はい、絶対に、ステージ3は城太郎スタートがいいんで、反射キャラクターであるリムルか、この場合ですとね、ピリカかリムルで抜けたいですね。はいはい、 OK。 ちょっと危なかったけど、はい、次はしっかりと劣化サメの守護獣を発動させつつ、ダメージボールの雑魚を倒しに行ってあげます。あとはパックとかね、キューベとかでも大丈夫です。でも、おすすめは劣化サメかな、個人的には。待って、ちょっとね、このバリアとビビアンの間挟まってちょっとワンパンしたかったんだけど、失敗しましたちょっとバリア割っちゃった。どうしよう。とりあえずもう暴れるか。とりあえずビビアンを倒したいんで、全部とりあえず、どうしようかな。これいっか。とりあえず、ビビアンを倒さないとまずいんで、オッケー。で、これで、ダメージを、拡散弾、防げますね。ウィンドウがなくても。これ、ワン殴りでも、結構入ってんな。はい。で、これ間に挟まるか。ちょっと足りないな。いいでしょう。どうしようかな、これでいっか。 OK 地味に友情入ってるな。結構友情入ってる。で、超 S スタン短縮をさせつつ倒したい。 OK。さーてと、ボス戦ですね。できればね、ボス戦もできれば、城太郎スタートにしてあげてください。はい。で、とりあえず、ダメージボール雑魚を倒したい。はい。危ない！やっちゃった。でも、1体だ、2体だったらいいか。で、とりあえず、雑魚を叩きつつ、
はい、削っていきたい。あー、ルミナスレーなしでも倒したか、倒せるか普通に殴って倒したで、一品の上太郎どうしようかな。じゃあ一旦じゃあボスのところに配置しとくか。ちょっと火力感見たいし、ちょっとルミナスレイの火力感見ておきたいですね、これは。こんぐらいでいいかな。まあ、本来ならね、雑魚処理しに行った方が絶対いいんだけど、とりあえずルミナスレイの火力感見ます。うん、そんなにだな。そんなにだ。まあでも、結構入ってる。オッケー。で、ダメージボール雑魚を倒していきます。うん、オッケー。で次即死が危ないんで左下のね雑魚を倒しに行きます。はい、危ないですね。でよしと、うん、オッケー。さあルミナスで、まあ2本、あ、1本か、今の1本だったらまあいい方なんじゃないかな、割と。さあルミナスで2本、じゃあ4本か、これで3本か。おお、殴り強い殴り強い。まあパワーフィールドだったとはいえいいね。で薄ーく弾いて倒すか、うん、はい、オッケー。地味にいい薄さ、あー、いい薄さだわ。はい、オッケー。で次はリブルのストライクショットが溜まっているんで、まあ上太郎でダメージボール雑魚を倒した後リブルの SS で暴れます。オッケー、オッケー、何もしないで、オッケー、何もしない。でこれで SS 打って雑魚処理しつつボスの HP を削っておきます。はい、オッケー、いいよ。自強化倍率本当おかしいよな、これ。なんでこんなにもらえてんだろう、倍率。はい、オッケー、いいよ。ちょっとスピード足りないか、まあ今日貫通制限だったからしょうがない、これは。とりあえずハトホルを処理しつつ倒さないとダメだね。オッケー、いいよでこれ SS 開幕打てるんじゃないかな、配置的に。左下どうもんね、ボス。ダメだダメ、これね多分届かない。多分4回ダメージボール触れて遜色するからしない方がいいわ。オッケー。で早いところとりあえずビビアンを処理したいな。はい、どうだ。オッケー、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 オッケー。で開幕ね SS 打って殴りの方もね倍率を見てみたいんだけど、まあ初手ね防御アップしてくるんですよね、この女。だからまあもうこれはもうしょうがない、割合メインで打ちます。うん、でも一応弱点殴っとこう、隠れ弱点殴っとく。はい、スタープラチナ。おお、1ミリ。オッケー、いいよ。オッケー、オッケー、オッケー。でこれでダメージボール雑魚を倒してこんぐらいか。よし、いい感じ。よし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 。でこれで SS 打ちまーす。はい、弱点。さあどんぐらい削れる。おお、結構削るな。おまあ一応ね、まあ上太郎を使ってちょっと天魔の古城6で遊んでいきましたが、まあ割合、まあ割合枠のキャラとして使ってあげるのもまあありなのかなって個人的に思っていますね。うん、ということで動画を終わりたいと思います。見てくれてありがとう、バイバイ。